Kengo Kito is one of Japan's most innovative artists and is best known for repurposing everyday objects into sculptures and installations. His work has been shown widely in Japan and overseas. The exhibition at Japan House Los Angeles is his first hula hoop installation in the United States. この作品はレディメイドのものを使ってその組み合わせによって作品化するっていうことが多いですよね。絵画を勉強してきたのでどうしても絵画から派生したような作品になっていくことが多いですね。表面だけがこう出てくるようなもの、世界が断絶してつながっていたりだったりとか、例えば布を使ったりするときは全く例えばチェックの柄と例えばストライプだったりとか全く関係ない柄みたいなものがこう壁一面広がっていってる作品になったりとか、映像を鏡に反射させて、要するに映像ってものの内容というよりは映像の中の色、花畑を撮ったお花っていうものの色だけを抽出するような形で手鏡にそれを照射して、その反射によって作品を作ったりとかしますね。ラフープの作品は豊田市美術館で初めて発表したんですけど、美術館がすごく大きな美術館で、与えられたスペースっていうのもすごく大きな空間だったんですよね。なぜかその時、空間を埋めなければいけないと勝手に思い込んでしまったんですね。少し前にフラフープの素材をいじってたんですよね。これフラフープって丸いんだけどジョイントを外すと線になるなと、その円が線になっていくっていうことに気づいたんですよね。その時にこれをつなぎ合わせていったらもしかしたら空間が埋まるのではないかと、どんな場所でもこう変容させるっていうか、空間ありきの作品、少し非日常化するというか普段とは違う空間に変える。フラフープの作品っていうのは場所によっても例えば高さ、横幅、奥行きによって全然見え方が違うんですよね。なぜかって当然人は移動してみるからなんですけど、一点から見るのであって達した方向から見る。最近フラフープの作品の自分の中ではなんでこれを作ったのかな、もちろんいろんな理由はあるんだけど、その色っていうものに着目した時に、例えば車で移動した時に赤い看板だけが連なって見えてくるとか、青だけが見えてきたりとか、逆に青と赤が連なって見えてきたりとか、なんかそういうちょっと感覚があって、その移動するっていうこととその色だけを抽出して普段の日常の風景なんかそれがつながっていくような感覚っていうのは少しあるんですよ。作品がコロナによって変わるってことはなくて、でも人に会う機会はやっぱり減ったので、それはちょっと寂しかったのかなと思うし、やっぱりそういう刺激がなくなってしまうのはきついと思ったりしましたよね。やっぱり僕が作ったものに関してはやっぱり僕の感覚で当然作ってるし考えて作ってますけど、でも見る側っていうのはやっぱり状況によって見方が変わるので、アートはそういうもんだと思うんですよね。僕の作品は一回輪っかを外してそれをまたつなぎ合わせるっていう行為を繰り返していくことなんですけど、やっぱりこうコロナ禍でなおかつもう一度人々がもう一度集まったりとか、それを見ることによってみんながもう一回何かこう人と人がやっぱりつながっているんだなってことを認識するっていうことが重要だと思っていて、僕の作品もそういうような形で人々を再度つなげるようなものになればいいなと思ってます。In Kito's works, the theme of connection is often central. His uplifting work with hula hoops is particularly resonant at a time when we are all looking forward to reconnecting with each other and the world.